い方やっぱり序盤大事ですよね。そうですね、うん、サービスはリピンからです。逆にリピンはこの2本取ってしまいたいですよね。この2本取れば大きいですよね、はい、1本目です。打ち込んでワンヤンポイントです。どうしても早くポイントしたいので、はい、ちょっと強く打ってしまうんですよね、はい、回転系でいけばオーバーするんですけれど、はい、少しリピンの方が今気持ちを落ち着かせています。2本目です。オーバーしました。リピンポイント追いつきました。7対7です。これ両選手ほとんど差はないですね。ないですね、はい、ですからリピンが勝とうと思えば今のようにやっぱりドライブで粘ってですね、あまり勝負球いかずにですね、はい、相手にオーバーを誘うというそういう作戦の方がいいと思いますよね、はい、さあ今度はワンヤンのサービスです。1本目です。かけたのはリピンでした。ポイントリピンで8対7です。今のプレーです。ワンヤン打ってくるんじゃないでしょうかね。うん、ワンヤン2本目。打ってきましたがオーバーしました。 9-7 になりました。今度はリピンのサービスです。2本あります。まず1本目、オーバーしました。リピンのポイント、マッチポイントを迎えました。今の形はリピンの形ですか。ですね、はい、でも完璧なカット打ちですよ ね、 ね、はい、さあマッチポイントリピンです。これはネット越えていきませんでした。ワンヤンのポイントです。ドライブで行った方が良かったかなって感じするんですけどね。そうですね、うん、まあ、ちょっとこうあのサイド回転のかかったカット打ちのしにくいボールが来ましたのでね、はい、ついつい手が出てしまいましたね。なるほど、はい、さあ館内からはワンヤンコールが今鳴り響いております。岡山リベッツのホームゲーム、岡山武道館です。ワンヤン1本目です。あ、服に当たったという、ボディに当たったという、ね、アピールですけど、はい、当たってないという感じですね、はい、審判のジャッジですね、はい、ここはまだポイントが分かりません。今のプレーをご覧いただきましょう。今のはポイントはワンヤンです。これで9対10ということになりました。リピンは当たってないということをアピールしていますが、まあ、ここは戻ってきて10対9、いや戻りませんか。チャレンジアピールしているようですがチャレンジはありません。10対9ということになっています。
ワンヤンでも今プレー良かったですけど、逆にリピンはこう気持ち切り替えていきたいですよね。そうですね、はい、追いつかれたらデュースになります、はい、ワンヤンのサービス2本目です。オーバーしまして、リピンが取りました。最後は11対9、リピンが取りまして、琉球アスティーダがこのゲームを取りました。これでマッチカウントは1対1ということになります。さあそして第2マッチが D リーグ初登場、ワンヤン、今日は琉球アスティーダリピンとの試合でした。まあ先ほども高島さんからもお話にありましたように、この第2ゲームがやっぱり勝負の結局は分かれ目だったということですかね。そうですね、うん、やはり あそこでなんか一瞬ちょっと気が抜けたようなプレーが 2,3 本出たと思うんですよね。はい、はい、ミスが続きましたよね、はい、でもリピン最後の最後までよく粘りましたですよね。そうですよね、はい、最後もね少しプレーが止まるようなところもあったんですが、その後すぐ気持ちを切り替えて最後の、ポイント取っていきました、リピンでした。ただワンヤンはこれカットマンなんですけれども、だいぶ攻撃的なカットマンですよね。そうですね、でしかもやはり見ていただいて分かるようにスタンス大きいんですよね、はい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 、ですのでリッピンがねうまくね体の真ん中狙ってるんですよね。スタンス大きすぎますと体の真ん中処理しにくくなるんですよね。そうですね、はい、でしかも前に落とされますからね、その分やはりその回転を抑えきれなかったと思いますよね。なるほど、はい、